あら。よきょう未明、稲葉北にある稲葉信用金庫の ATM が重機で壊され、奪われる事件がありました。現場に乗り捨てられた重機は、近くにある土木業者から盗難届が出ている車両でした。犯人は警備会社が来るまでの非常に短い間に犯行を終えて逃走しており、警察では…遅いね、お父さん。もしもし、お父さん？うん、大丈夫。分かった。変わってって。お休み、取れなくなったって。お前か。悪いが今日遅くなる。戸締まりして先に寝てくれ。それと4日と5日の休みの件なんだが、実は若いのが一人体壊してな。抱えてる事件の内容からいくと穴は開けられん。俺が出るしかなさそうだ。すまんな、急なことで。七子はどんな風だ？悪いが気にしてやってくれ。じゃあな。
よかった、いるじゃん。ね、今日暇なら遊び行かない？ユキコも来るし、ななこちゃんも一緒に行く？いいの？もちろん、いいに決まってんじゃん。ゴールデンウィークだってのに、こんな店でじゃ、ななこちゃんかわいそうだろ。だって他ないじゃん。ジュネス大好き！ななこちゃん！でも本当は、どこか旅行に行くはずだったんだ。お弁当作って。お弁当、ななこちゃん作れるの？へえ、家族のお弁当係。すごいじゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。へえ、お前料理とかできんだ。確かに器用そうな感じあるけどさ。あ、私も何気にうまいけどね、多分。お弁当ぐらいなら言ってくれれば作ってあげたのに。うん。いや、ないわそれは。なんで無理って決めつけんの？じゃあ勝負しようじゃん。ムキになる時点でバレてるっつの。てか勝負って俺作れるなんて言ってねえよ。あーけど不思議とお前には勝てそうな気がするな。それわかる。ちょ、ユキコ？じゃあナナコちゃんが審査員かな。この人らナナコちゃんのママよりうまいの作っちゃうかもよ。お母さんいないんだ、事故で死んだって。花村。そっか。ごめん、知らなかったからさ。七子、平気だよ。お母さんいなくても、七子にはお父さんいるし、お兄ちゃんもいるし、今日はジュネスに来れたし、すごい楽しいよ。そっか。お姉ちゃんたち、いつでもななこちゃんと遊んであげるからね。うん、遊ぼう。よし、ななこちゃん、一緒にジュース買い行くか。うん。小さいのに、偉いね。意外とうちらの方がガキンチョだったりして。よし、私もななこちゃんになんかおごってあげよう。お兄ちゃん、何かいる？Thank you.
お。はあ？おい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 ！あげる。おやすみ。Thank you.
先頃、稲葉北の ATM が銃器で壊され持ち去られた事件で容疑者逮捕です。逮捕されたのは銃器盗難を届けていた会社の元作業員、プメナ・スシン容疑者26歳です。警察の調べによりますと、スシン容疑者は、ただいま。ったく、病欠で何日穴開ける気だ。ほんと最近の若いのは。おかえりなさい。ナナコ、悪かったな。また約束破っちまって。あのね、お兄ちゃんたちが遊んでくれた。そうか、ありがとな。あ、ジュネスの袋、何？もう見つかったが、ま、今日は5月5日だからな。ナナコにプレゼント買ってきたんだ。やったー！あ、服だ。選ぶのにえらい時間食ったけどな。気に入ったか？なんか変な絵が描いてある。変なの？やったー。すると、お前にもあるんだ。子供扱いってつもりはないが、ま、公平にな。ま、取っとけ。そのうちいるだろうと思ってな。さて、じゃ飯にするか。おはよう。チックショー、直したのにまたギコギコ鳴り出したよ。ん？ああ、そうだ。あのさ、こないだ悪かったな。ほら、ナナコちゃんにさ、ナナコちゃん見てさ、事件なおさら解決しなきゃって思ったよ。お前もな。そういや、里中と天城も最近なんか変わったっていうか、距離縮んだよな。そういや、お前ってさ、あ、まあいいか、長話してると遅刻するし。はあ、それはそれとして、学校だりーよな。俺チャリこんなだし、都会と違って道めちゃ空いてるからついスピード出しすぎんだよ。はあ、しょうがねえ。バイクの免許取るまで歩くわ。ありかな、連休。けど平和でよかったじゃん。ギュネスでバイトしてるとおばちゃん層の噂話聞けるけど、何も起きてないみたいだしさ、誰かが失踪みたいな話はなし。もしかして天城の事件で終わりなのか。
い。でも犯人がまだ捕まってない以上安心はできないと思う。雨が降ったらまた誰かがテレビに映ったりすんのかな。犯人像とかもう少し何か分かればな。こうなると雨が降って誰かが映るまではジタバタしてもしょうがないじゃん。天気そろそろ崩れるらしいけど、私的には来週いっぱい持ってくんないかな。来週中間テストじゃん。ああ行っちゃった。それ考えたくねえ。はあ、私もユキコみたく天から二物を与えられたいよ。ねえ花村、ユキコにいろいろ教わった方がいいんじゃない。ん、あ、そういや天城学年でトップクラスだもんな。個人レッスン頼んじゃおうかな。個人レッスン。え、どうしたの。言って、そんな叩くとこですか。勉強教えてって言っただけなのに。あ、ごめん、勉強か。親父ギャグなのかなって。最近変なお客さん多いから。ギャグと思ったならなおさら流せよ。ごめん、手が勝手に。やれやれ。っていうかこれ、里中が勉強教えてもらえとかいらんこと振ったからじゃね。なんで私のせいになんのよ。あんたが個人レッスンとか微妙な言い方すっからでしょ。な、10割俺かよ。あ、私そろそろ帰るね。
よし、帰るか。帰ってきたか。里中、例の清流伝説、新しいの買ってきたぜ。名作価格で 9% だよ。これなら肉をおごんないで即日返しちゃよかった。明らかに近づいてるっしょ、これ。あれ、お前意外にも雷怖い子。うっさいな。だって当たったら一撃死じゃん。ビビりすぎだっつーの。こういう日はあれじゃん、逆にカンフーの特訓とかすると盛り上がんじゃね。雷ビカーンってなって新しい必殺技とかできちゃうぜ。 DVD にもあったろ、そういうシーン。ムカつく。人の気持ちも知らないで。どうせ雷落ちんならこいつに落ちろ。あれ、停電。里中が落ち度とか言うからだぞ。こりゃさっさと退散してバイトだな。俺、今日の食料品の売れ行き次第じゃ
今週のバイト代に移動つくかもしんねえんだ。この天気じゃ客足少ないかもだけど、バイク貯金のために頑張らねえとな。チーフからだ。もしもし、お疲れっす。陽介くん、あのさ、実は雷でお店が一部停電になってさ、今日早く来れないかな。冷蔵棚が全部止まっちゃって、こりゃ食料品フロアは早じまいだわ。え、そんじゃ俺の給料。とにかくさ、片付け手伝ってほしいんだ。頼んだよ。待って、なんでこっち見んのよ。なあ、もうなんでこうなるんだ。ねえユキコ、もう帰ろう。チエ、こんな話知ってる？ある女の子が宿題を忘れて夜中の学校に忍び込んだんだけど、トイレに行きたくなってね、明かりの消えた女子トイレに無理して入ったの。そしたら誰もいないはずなのに、手洗い場の鏡に。待った、何の話。え、階段、確か知恵好きじゃなかった？なぜに今。よかった、君がいて。はあ、いっそもうリーダー様に家まで送ってもらえよ、里中。バカにしてる。仕方ねえだろ、そのテンパり具合じゃ。あ、着いた。ほら、帰るよ、ユキコ。
る。キツネ？いつの間に？うわ、こいつ一体どっから入ったんだ？てか、地味に目つき怖。あ、この前かけ、確か神社で見かけたことあるような。え？葉っぱで回復？え？私たちに協力？マジかよ。見返りに金を欲しがってるってか？なんだよこいつ。まるでこっちの話を分かってるみたいなリアクションだな。また泣いた。こっちのことを本当に分かってたりして。でも考えてみたら警備の人とかにも見つからなかったってことだよね。私たちの後つけてきたんだとしたら大したもんかも。え、本当に話通じちゃってる。どうしよっか。でも捕まえたりするのはかわいそう。悪さをするようには見えないし。ねえ、あなたはどう思う？うん、それに思ったんだけど、さっきの神社の話、回復っていうの私たち本当に助かる話かもって思わない？え、それってあっちの世界へ連れて行こうって話か？実は意外とありか。簡単に帰りそうもない雰囲気だし、それにへそでも曲げられて店内でいたずらでも始められちゃ困るしな。出発？